トヨタ、新型、プロエース、フルモデルチェンジ、プロエース、バールソ、小型商用ミニバン、PSA、プジョー、シトロエン、OEM、2016年発売。2016年3月1日から、開催のジュネーブモーターショー2016にて発表した。欧州市場向けの新型モデルプロエース、バールソのプロモーション映像を公開した。PSA、プジョー、シトロエン。2012年に始まったコラボレーション車であり、プジョーのエキスパートとシトロエンのジャンピーをベースにした商用版である。プジョーは新型商用車トラベラーを2015年12月1日に発表し、トヨタとの共同開発である。シトロエン版は新型スペースツアラーである。今回で新型プロエースは2代目となる。 4600mm、 4950mm、5300mm の3種の全長を設定。5座席仕様から最大で9座席仕様までが利用可能。 1.6 リッター4気筒ディーゼルエンジン、最高出力 95HP または113HP。 顔はフロントフェイスはトヨタの新しいデザイン表現であるキーンルックを採用。新型トラベラーと同様にフランスの PSA、 プジョー、シトロエンのセベルノルド工場で生産される。現在のところ、日本発売は考えられておらず、ハイエースは現在、日本でも人気があるが、日本でも需要はもちろんあるので、販売を考えてもらいたいところである。ご視聴いただきありがとうございます。愛車を高く売りたい方、また現在所有するお車の査定金額を知りたい方は、画面下の説明文の URL を今すぐクリックしてください。傷だらけでもへこみだらけでも問題なし、廃車覚悟の10年落ちの愛車が売れた。無料であなたの車を65万円高く売る方法を公開中。詳しくは説明文の中のアドレスをクリック。なお、ご視聴した車チャンネルの動画の評価もよろしくお願いいたします。グッドクリップやコメントの機能からあなたの評価をお待ちしています。今後も他の動画を視聴いただければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございます。